クールガールゾンビハンター。ダメだね、私やっぱりあの日からパパとママとお兄ちゃんが事故でいなくなった時からずっと泣き虫で、なぎなたも全然強くなれなくて逃げてばっかり、今日も今も怖くて、急にゾンビがたくさん襲ってきてパニクっちゃって、ずっとさゆりの名前呼びながら、私リサ落ち着いて、大丈夫大丈夫だから、リサには私がついてるね、だから安心して。さゆり、ありがとう。でも、ううん、なんでもない。ごめんね、もう落ち着いたよ。それで、これから生存者を見つけるの？どうやって？校内を手当たり次第に見回って。ねえ、私思ったんだけど、職員室に行かない？え？職員室？なんで？校内放送を流すの。それで、そうだな、確か2号館の2階2組の教室に緊急通信の機械があるから、そこに集合してもらって救助要請を送ろうよ。どうかな？それだよ、さすがリサ、頼りになる。そう？うん、行こう職員室。うん、それじゃあ私はこっちを探すね。大丈夫そう。よっ。はっ。よっ。みんなのためにも頑張らなきゃ。みんなのためにも頑張らなきゃ。
みんなのためにも頑張らなきゃ。私ならやれる。集中。新しい武器かな。スクールガールゾンビハンター。姫路、ふざけた口を叩いてる場合か。訓練じゃないんだぞ。隠れてないで戦え。生き残りたくないのか。そりゃ生き残りたいよ。あ、エナミン左。お見事、さすが射撃テストコーナー1。お前というやつは昔から他人に甘えすぎだ。マユヤに言わせればエナミンは自分にも他人にも厳しすぎだけどね。それにマユヤは今甘えてるんじゃなくて、射撃が上手なエナミン先輩の足を引っ張らないようにおとなしくしてるだけですよ。気づかないな。ジムジ、勝手にしろ。私は生き残る。ちょっとどこ行くの。大事な幼馴染を置いてくのか。自分の身を自分で守れ。はいはい、行きますよ。行けばいいんでしょ。殲滅する。行くよ。
今の100点待って。リロード。いつになったら終わるのかな。もらうぞもらうぞ。ミッションコンプリートだ。とか全部やっつけた。誰か、聞こえてる？私は秋葉さゆり。秋葉、剣道部の2年か。もしまだ校内に残ってる人、これから2年2組の教室に集まって。2年2組？2号館でしょ。緊急通信機。エナミ行くの？ちょっと、もう。みんなで一緒に脱出しよう。だからお願い、生きて。私以外にも生き残ってる人がおりましたの。はあ、退屈。武器か、ありがたい。スクールガールゾンビハンター。やっ、ごめん遊ばせ。私、体術にも自信がありますの。それにしても襲われがいのないゾンビちゃんたちですよ。襲い来るゾンビの群れに一人立ち向かう。危機に瀕するほど輝きを増す金色なりし美しき一輪のバラ。それがこの私ですが、ほんと期待外れ、役に立たない悪役どもですこと。さあいらっしゃいな、ゾンビちゃんたち。私を退屈させた罪は重くて、この金崎レイ様を輝かせてちょうだいな。楽しませてくださいますわね。ジン、やっ、これでよし。
撃ありですわ。これでよしですわ。これでよしですわ。技ありですわ。この大婚約者ども、あなた方の相手をするなんて、この私には役不足でしたわ。飽きてきたことですし、そろそろ脱出しようかしら。そういえば秋葉とか優子は集まれとか言ってましたわね。ダイヤモンドは墨石の中にあってなお輝く。やはり主役が引き立つには脇役の存在も重要。退屈しのぎにはちょうどいいかもしれませんわね。スクールガール、ゾンビハンター。本当に来てくれるかな。大丈夫、きっと大丈夫だよ。やっと着いた。秋葉と久保田か。入るぞ、上条だ。上条先輩、先輩も残ってたんですね。ああ、逃げ遅れた、こいつのせいで。もう、なんでマヤヤのせいなんだよ。マヤヤ、逃げなかったの？逃げなかったのじゃないよ。学級委員のくせにリサリサってば。一人でピューってどっか行っちゃうんだもん。あ、ごめん。マヤヤが逃げ遅れたのはリサリサのせいだぞ。嘘をつくな、姫路。お前が逃げ遅れたのはゾンビの大群の動画をスマホで撮ってたからだろ。え、そうなの？あへへへ。あ、いや、この大群珍しくって、ついに動画サイトに投稿したら再生数稼げるかなって思って。でもパニックの中でスマホ落として壊れちゃったよ。自業自得だ。ところで秋葉、残っているのはこの4人か。今のところ。ごめん、遊ばせ。 2-2 の教室というのはこちらかしら。おお、レイレイ。皆さん、ごきげんよう。金崎さん、来てくれてありがとう。皆さん、私が来ましたからにはもうご安心くださって結構よ。うわー、あの伝説のアイドルレイレイがいるなんて。アイドル
昔はそんなこともしてましたわね。あの、なんで芸能界引退したんですか？別に引退したわけではないんですのよ。学業に専念するためにお休みしてるんですの。そうなんですか。復帰楽しみにしてます。あの写真一緒に撮ってもらってもいいですか？スマホ壊れてたんだ。しょぼーん。5人しか集まらないんだ。5人もだよ、リサ。射撃テスト校内1位の上条先輩もいてくれるし。あきゃ、お前の噂も聞いている。剣道部の次期首相だとな。いや、そんな、私なんて。皆さん、私のこともご存知でしょ。これでも私空手の有段者ですのよ。知ってます。映画空手のバラに出演するために特訓したんですよね。ええ、そうですから、皆さんのことは私が守って差し上げますわ。わー、頼もしい。大丈夫だ、自分の身を自分で守る。あの、ところで上条先輩、緊急通信機の使い方ご存知ですか？カードキーが刺さってないじゃないか。カードキー？そうだ、キーがなければ作動しない。誰かカードキーを持っているものは？そんなもの生徒が持ってるはずないじゃありませんの。探すしかないか。でも探すってどこを？校内をくまなくだ。そんなの無理です。おっと、そういうことならマヤヤがいれば大丈夫。え、どうして？マヤヤにはなくし物の位置が勘でわかるという特技があるのだ。マヤヤがそのカードキーとかっていうのはパパッと見つけてあげちゃおう。勘ってそんなので見つかるわけ？いや、姫路なら見つけられるかもしれない。こいつは昔から不思議と鋭い。こいつの特技は私が保証する。昔から？マヤヤと上条先輩は古いお付き合いなんですか？ああ、親同士が仲がいい。幼馴染なんだよ。幼馴染？私たちと一緒だね。そうだね。あの、それでカードキーとやらは探しに行きませんの？そうだね、レイちゃん。レイちゃん？じゃあマヤヤちゃん、よろしく。任せて。あっちだよ。これでよし。ドーン。
ら行くよ。それそれ、突撃。私輝いてる。よいしょ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 。集中集中、やらなきゃ、やられるんだ。これでよしですわ。この程度ですの。まだまだ行くよ。拾った。集中集中、いろいろ楽しい。これで緊急連絡が取れるね。OK。
っけなく見つかるものですわね。あややの勘って本当にすごいんだね。どうだいリサリサ、マヤヤのことを見直しただろ。うん、通信開始するぞ。はい。本当に脱出できるわね、リサ。言った通りでしょ、大丈夫だって。シュニールが安定しない。ゾンビが集まってくる。新しい武器だ。